女優でモデルの池田エライザは16日、自身のツイッターを更新。2020年内にツイッターを引退する予定であることを明かした。池田エライザ、年内にはツイッターは引退する予定。池田はファンレターにてリプをしていいのか迷うと言われたことを認可し、もちろんだよ。と思いつつ、私にも原因があるのかもととろ。以前に友達にもコメントしづらい感はあるよねと言われたことがあるそうで、確かに。取り留めもなさすぎるんかなと自身の投稿を顧みた。続けて、年内には Twitter は引退する予定ですと明かし、リプライについて、ぜひ、見てるよ、インスタもね、とファンへのコメントを残した。さらに Twitter を引退する理由として、何度か話してて、いろいろあるけど、高校生じゃなくなった瞬間から、なんとなく、あれ、向いてないな、と感じたり、純粋に仕事との両立が難しくて、しんどくなっちゃったり、連載とかもあるのでそちらを見てもらった方が言葉、足らずにならずに済むな。とかと、以前から感じていた気持ちを告白、インスタは残すので、とインスタグラムは変わらず更新していくことも明かした。池田エライザのツイートに反響。このツイートを受けファンからは、寂しいけど、これからもずっと応援してます。年内のうちにいっぱいリプしなくちゃ。エライザちゃんの好きなようにやるのが一番だよなど、多数の反響が宿り着せられている。